FM 宜野湾をお聞きの皆さん、おはようございます。今日は6月14日火曜日、モーニング8、これから生放送でお届けいたします。時刻は7時35分を回ったところですよ。よろしくお願いします。火曜日担当は私のこの声、もう覚えていただけていると思いますが、ミーノーです。はい、よろしくお願いします。覚えてますか、はい、ありがとうございます。去った日曜日に私久しぶりにダンスをバリバリ踊ったんですけど、一緒に踊った仲間が私よりかも年下ばかり、まだ24歳なんですけど、私もう24歳にして、あ、私年取ったんだなって感じちゃったすいません、本当にこれ聞いてる人は私よりかもね、年上の人が多いと思うんですけど、なんかこの年で、年取ったなとか感じちゃった早いよ本当に。でも体はバリバリ動けますね。まだ大丈夫。じゃあ大丈夫、よかったいやー、もうね、土曜日の明け方ですか、日曜日の明け方だったかな、雷がすごくて、浦添市上空でも、あれ多分中城の方に落ちたと思うんですけど、はい、中城の方はちょっと停電もあったというふうに見たんですが、大丈夫でしたでしょうか。昨日から大粒の雨が局所的に降っているような気がします。今ね、宜野湾市の上空も降ってきましたよ。視界が悪いですね。運転気をつけてください。今日のメールのテーマなんですが、今日はあなたの原点、今日のメールのテーマ、あなたの原点2回やる意味はいや、あの出来事があったから今の自分があるんだよなっていうものがあったら、ぜひぜひ送ってきてほしいです。そのエピソード聞かせてください。メールアドレスが797@fmginuan.com、 797@fmginuan.com、 また FM ギノワンではユーストリームとツーキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンと検索するとホームページが出てきますので、そちら一番トップにある再生ボタンを押していただけたらと思います。そしてツイッターも参加してください。よろしくお願いします。それでは今日のオープニングナンバーに行っちゃいましょうか。この雨の日にも合う曲だとは思いますが、このアーティストは頭が大きいんですよねすっごい頭大きいんですよ。はい、かっこいいですよ。他の曲が有名ですけど、この曲も私は好きですよ。行っちゃいましょうか。I'm not the only one by Sam Smith. すいません、音入ってないかい。森美さん初見、このツイキャスは沖縄県宜野湾市の FM 宜野湾というラジオのツイキャスです。ラジオ局です。そして今喋ってるこのイタリア系美女がなんだ、ミノです。あ、ミノです。ミノです。ミノですミノです。いやー、雨降ってる。FM宜野湾のいいところは
雨に濡れないで駐車場からここに来れる。あ、そうだね、いいね、あれは素晴らしいですね。あれはいい。東京商工リサーチ沖縄支店が13日に公表した2014年度全国都道府県別赤字法人ランキングによりますと、沖縄の赤字法人率は前年度比 1.17 ポイント低下して 62.55% となり、8年連続で全国最低となりました。倒産件数が低水準で推移していることに加え、企業も多く、法人増加率は 3.48% で全国トップでした。すごいじゃないか。You said I'm crazy。 いいの、イタリア行ってみーのって。イタリア？イタリア行ってみーの？どういうこと？あれじゃない。どういうこと？AKB さん。イタリア行っていいのってこと？それを間違ってミーノにしちゃったの？次のまた読みすぎですよね。次は天気ですね。天気。皆さんが気にしてる天気。なんでやねん。もうほんとごめん。いける。何回よな。ほんま、ほんまに。今日はミーノの説教タイムですね。もう山内いい加減にしてる。ほんと時刻は7時43分を回りました。 79.7MHz FM 機能よりお天気と道路交通情報をお届けする前に、山内さんが今日朝からずっと本当にミスが今日続いてますね。 OK OK、 後でビンタで OK こんなってはい、じゃあ早速いっちゃいましょう。まずは沖縄地方のお天気からです。今日は6月14日、沖縄地方は梅雨前線や湿った空気の影響で曇っており、ところどころで雨が降っています。降水確率朝、朝から夕方までが 60%、 その後が 30%、 そして日中の最高気温は今日は29度まで上がります。西の風はじめやや強く雨、夜曇り、ところにより昼過ぎ雷を伴い激しく降る。波の高さ 2.5 メートルのち2メートルとなっていますよ。本島中南部、本島北部では14日夕方まで土砂災害に、沖縄本島地方では14日夕方まで落雷や突風、急な強い雨に注意してください。沖縄本島地方の沿岸部の海域では14日、昼前まで高波に注意してくださいということで、まだまだ梅雨らしさがありますね。一瞬あ梅雨明けるんじゃないかっていうぐらい晴れた時もあったんですけど、いやいやまだ続く感じがします。以上お天気でした。続いて道路交通情報です。まずは沖縄自動車道からです。現在沖縄自動車道、渋滞や事故などの情報は入っていませんですが、巨大インターチェンジ付近下り工事中のため規制がかかっております。こちら引き続き注意してくださいね。長いですねっていうことを毎回言っている気がします。長いですね。はい、じゃあ続いて一般道路です。
宜野湾も雨が降ってきましたからね。現在国道58号線南行き王者名から牧港、いやいや今日はグスクマまで渋滞が続いていますよ。今日はいつもよりも渋滞長さ長いと思います。この時間にしては王者名からグスクマまで南行き58号線渋滞が発生していますよ。そして酒田からアハジャ、こちらも上下線とも渋滞が発生しています。そして前原から王者名への道、こちらも一部渋滞が発生しています。7時46分現在でこの渋滞、もしかすると8時を過ぎてからもしかしたら長くもっと渋滞がひどくなっている可能性があります。皆さん運転注意してくださいね。以上道路交通情報をお伝えしました。全然わからんこれ。いただきます。メール、はい、それではメールいっちゃいますよ。よおはみのに山内、シベスカライブ絶賛応援キャンペーン中のひふみです。山内シベスカよろしくごっくんちょ。 OK OK ってしてして、今日のテーマ自分の原点って、おいどうしたミーノ、何があった、私の存在意義って何ってことがあったのか。さてさて俺の原点はシンコ、あうちの母です。あお母様ですか。これじゃ何、信子って読むのかな、信子 かな。48年前、信子からポンとカポーンと生まれました。ポンとかポンとかポーンと生まれました。通じますかこれ、うん、私別にイタリア語喋ってるわけじゃないですよ今。ポーンと生まれました。あれから48年、余計な経験しながら生きていきます。余計な経験、元気に生きてます。今日も甘くまのラジオに投稿ちばってます。シベスカのリスタートよろしくお願いします。新曲の方ですね、ありがとうございます。ほうほうほう、48歳になるの見えないね、ひふみさん、うん、見えない、48なるの、ね、そこの方にちょっと注目してしまった。いや別に私は私の存在意義って何とかそんな思い詰めたことがあったわけじゃないです。特に、はい、特に何もないんですよ。特に何でないです本当に。昨日のテレビに中曽根里乃さんが出てて、お昼の番組に生放送で、でなんかこのいろんな経験だとか、こういうタイミングでこういうことがあったとか、いろんなこの運をその時その時のチャンスをすごく掴んでるエピソードがたくさんあったんですけど、ああ私の原点って何だろうというふうに考えて見てたんですよ。だから今日はテーマこれだなということで決めた次第でございます。すいません、特に深い意味はありませんでした。ひふみさん、いつもメッセージありがとうございます。じゃあこちらも紹介しようかな。おはようございます、又吉美乃さん &FM ギナの山内さん、今日もおかしな銀のトロンボンです。うん、今日のテーマ電撃的な恋の出会い、うん、おっちゃんはないな、この年になっても電撃的な恋の出会いはやっぱり憧れるけどね。皆さんもありました、今彼一筋、リクエストありがとうございます。でもすいません、このリクエスト私たちのところにないみたいです、申し訳ないです。そして今日のテーマなんですけどね、電撃的な恋の出会いではありません。テーマが違います。今日のテーマは自分の原点ですよ。今山内さん、何でもない、あれね、エコー間に合わなかったよね一回ね。手でこう探したけどエコーの場所がわからないで戻しましたよね。手の位置また。起きてください、もう7時50分ですよもう。そして私は彼一筋とありますがね、お父さんがさ、私のお母さんもだけど、ミノ、うん、結婚はいつかなみたいな、
早い早いんですよ、話してくる。でも一応もう付き合っても1年以上は経ってるんですよ、うん、そういう風にあの前向きに私たちも考えてはいるんですけど、うん、あの相手は私と同い年ですよ、まだ24歳、若、そうなんです。男の人にとっては24歳で結婚って多分まだ若い方だし、うん、私ももうちょっと自分のために時間とお金を使いたい次第でございまして、タイミングというものが2人にはあるものですから、なかなか親にはそれを理解してもらえず、ちゃんとした話し合いが必要だなと思ってますよ、はい。それではそれではそれではあと一つ紹介していきましょうね。皆さん、みーのおはようございました。いやいや、採用されたら3回目のイケペーですね。3回目だっけ、もっと呼んでる気がしたけど、原点、こう見えてキッズイケペー時代は人の目を気にしてばかりの繊細なトゥーシャイシャイボーイだった。ほうほうほう。そんなある日出かけようとしたらいつものズボンがなく、自分の中では気に入らないズボンだけ。いやだ、こんなの履いてたら友達に笑われる、今日はもう外に出ない、というトゥーシャイシャイボーイに後ろからママイケペーが一言、はっさ、何言ってるか、あんたのことなんて誰も見てないよ。一瞬で世界が広がった瞬間。それからは大丈夫大丈夫、どうせ誰も俺のことなんて見てないし、てから自分の服には一切気を使うことなく、タンスの手前にあるものから方式、ほうほうほう、大人になった今でも作業着でギャラリーするし、おされコーヒー屋にも入る、外出用の服なんてもう何年も買ってない、買う気もしない、はあ楽ちんって。これ母のイケペー、母が言った一言が今のイケペーさんの外見にも現れているということですか。でも作業着楽そうだもんね、見てわかるもん。男の人の作業着っていうのはかっこいいと思いますけどね、なんか力仕事してる感じが伝わるじゃないですか、パッて見て。いやいやいや、力仕事しないですよね。山内さん。できない。パワーワークではなかった。山内さんは。じゃあ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 。メール。メール。あと一つ。もう30秒しかない。30秒しかない。じゃあメール読み込み。テーマ。今日は。自分の原点ですよ。エコー間に合った、ありがとうございます。私の原点はね、いつかなって朝から今日考えてた、うん、後でこれお話しましょうね、私のことは。皆さん、じゃあこの後ニュースですよ。やばいの、今日はニュース、これは、ニュースはエコー成功。ほんま、エコー成功。ちなみに私は1歳で成功したよ。どういうこと、どういうこと、どういうこと。皆さん笑顔が素敵ですな。僕は21歳で、あ、21歳に間違い、そういうこと。21歳か、早いね。早い。宜野湾諸島三芸は7日、大山の三芸本社で飲酒運転根絶に向けた協定向けた共同行動止血式を行いました。この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えします。まずは琉球新報総合面からです。琉海中城湾港に拠点、琉球海運がうるま市の中城湾港に敷地面積およそ4万4000平方メートルの土地を確保し、県内最大級の中城総合物流センターを設備することが13日までに分かりました。
土地取得や設備費用は数十億円規模になる見通しで、県内に設備計画を策定して来年度の完成を目指します。琉球海運が目指す集積から配送までを一括して対応する総合物流を実現する基幹施設として、輸送品質の向上に加え県産品の国内外移輸出の集約拠点とします。続いて琉球新報市町村面からです。ボードゲームカタン楽しむ第1回沖縄カタンを楽しむ会が5月29日宜野湾市の沖縄コンベンションセンターで開かれました。カタンは世界的に人気を博しているボードゲームで、那覇市のゲーム専門店サイコロ堂と国内販売元の GP が協賛しました。県内各地からおよそ40人のプレイヤーが集まり、カタンを楽しみました。続いて沖縄タイムス経済面からです。赤字法人率沖縄 62.55%。 東京商工リサーチ沖縄支店が13日に発表した2014年度全国都道府県別赤字法人率ランキングによりますと、沖縄の赤字法人率は前年度比 1.17 ポイント低下して 62.55% となり、8年連続で全国最低となりました。倒産件数が低水準で推移していることに加え、企業も多く、法人増加率は 3.48% で全国トップでした。最後に沖縄タイムス地域面からです。宜野湾署と三栄、飲酒運転根絶へ共同行動。宜野湾署と三栄は7日、大山の三栄本社で飲酒運転根絶に向けた共同行動締結式を行いました。同社店舗の支店長や幹部社員ら350人が出席しました。羽地署長が2015年度県内で飲酒運転に絡む事故で1600人余りが検挙された。27年連続全国ワースト1位は恥ずべき行為。加害者被害者ともに家庭崩壊につながる。飲酒運転根絶にはより強力な地域住民や企業の協力が重要と挨拶しました。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えしました。ピーフーミーさんのさ、はい、リクエストでシベスカのあれがないわけ。あ、だから別のかけるからさ、はい、シベスカでもない別の、シベスカでもない別の、シベスカの別の別にわけです。25歳で結婚して、早い、みんな早いね。うん、早い。そうなんだ。早すぎるってことはないんだよ。そうですけど女の人は今がいいかもしれない。いやいやいや、早く、本当まだ早いよ。じゃあ体操ですね。 OK です。すごい、25で結婚か。今の私じゃないですか。ワンワンキノワンワン、フー、FM キノワン。今日ボロボロだな。はあ、体を動かして今日も元気に頑張りましょうね。雨やんだ、早い。これさ、8時、このチラガンジュの後、8時台、これからまた張り切っていきましょう的なことを言ってもらって、はい。
めっちゃ雨雲。あの海の方すごい降ってる感じします。風どっち来るかな。西の風。西ってあっちからか。じゃああっちに住んでる。あ、そっか。そうですね。うん、さっきはね、もう伊勢あたりすごかったんですよ。見えんかったもん。あ、運転してる時ですか。うん、こっちから。こっちから。うん。明日も雨じゃないですか。右から万歳。右から押して移動します。左から万歳。左から押して移動します。今日見るのはあれですね、ライフセーバーみたいな格好してもっと例えあるやろ。ライフセーバーの出勤時みたいな。あざーす。これダイバーのダイビングショップのお姉ちゃんの出勤時みたいな。ちょ、これ男用なんですよ。あら、出た彼氏の。違います、私のです。はい、行く。ほい。さて、体も温まったところで8時台始まります。キャプテン、おはようございます。ありがとうございます。時刻は8時2分を回って、もうすぐで3分になるところです。マジかー。宜野湾市旧内宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオからモーニング8、火曜日担当のみんなおがお送りしています。よろしくお願いします。この番組は皆様からのリクエストやメッセージで成り立っています。今日のメールのテーマが自分の原点です。その他フリーでもメッセージ待ってますよ。よろしくお願いします。メールアドレスが 797@fmginoan.com 797@fmginoan.com です。よろしくお願いします。この後のモーニング8ではお天気、そして道路交通情報をお伝えします。そして私のコーナー、今日はミノリズムありますよ。そしてメールをどんどん紹介した後に突撃朝ごはんのコーナーをお届けいたします。よろしくお願いします。山内さんの自分の原点はいつですか？難しいな。難しい。こラジオだったら、はい、あ、もう映像の時かな。ラジオだ、映像の時になんかいろいろ経験した感じですか？そうそう、やっぱ若い時で沖縄映像センターの駆け出しの時にいろいろ叩き込まれた、はい、叩き込まれた、うん、ああいいですね、叩き込まれたっていうのが、うん、あと結婚もそう。結婚も、ああ、うん、そこ原点になるんですか。なんか変わったよね。へえ。私も結婚したらそういうこと言うんだろうな。あ、私の原点？あ、結婚した時ですかね。みたいな。そういうことはね、いつか言う日が来ると思います。楽しみにしとこう。近い。そう遠くはないよって。うん、私の原点は、ね、いつかな、高校生の時かな。今のこの目指すの、目指すのもだし、うん、目指すのが高校生で、うん、こんな性格っていうんですか、あ、この性格になったのは小学生、生まれてずっとではないです、私は。生まれた時からのものではない、明らかに。そうなんだ。そうなんですよ。後で詳しく話すわね。そうだね、うん、では曲、さっき実はひふみさんからのリクエストがあった時にシェベリアンスカンクのリスタートの曲って言われたんですけど、すいません、リスタート、あの FM 技能に入っていなくて、この曲でいいかな、
お送りしましょう。シベリアンスカンク、ドラゴンボーイ。まあ多分シベリアンスカンク、マスさんの番組にゲストでしたよね。CD やるかなと思ったけどな、ちょっと見つけきれんな。キャーミーノーって服ピカで車を拭いてます。服ピカってあるでしょ、あの厚手の拭くやつでしょ。すごい偉い。雨なのによく、あ、そっか、結構ベチャベチャになったんかな、うん、昨日風がすごかったからね。すごかったですね。サウロの心さん、人によってタイミングってあるから、本人たちがいいならそれでいいと思うよ。うん、そうですよね、本当に。だからまあ本当にいいんだけどさ、それはいつでも呼んでよっちゅう話だよ、親戚側にそれはちゃうだろって。じゃあもうあっちでいいよ、あの彼氏の親戚側でいいよ、うん、いやいや、そこも違うじゃないですか。え、私たちこれからいとこになるんですか。まあ心情的に、心情的に、あ、そんなに近いところに。ミーノ、モンタヨシノリってどういうこと。どういうことだ。次なんだ。お天気、天気、昨日は晴れたよ。晴れたっていうか雨が上がったよ、ね、今日も晴れたり止んだりでしたね。うん、こんな天気だわ。彼氏にすげえ甘えそうって。ん？そうなの？すげえ甘えそう。私甘えると思います、多分。甘えてる方だと思う。うん。足もんでとか。ああ、余裕でもんな、どうしよう。足や。40のおっさんの話や。本当に思う。足もみに行きます。ほらね。キャプテン、早いな。私、もう、多分どこ回れても気持ちいいって思うんですけど、あんまりそんなちょっと朝から朝から、いやそんなんじゃなくて、自分の彼氏はなんか肩以外揉まれてもあんまり気持ちいいと思わないって。へえ、と思った。へえ、慣れてる人と慣れてない人じゃない。部活やってたんでしょ。集まれてた、うん、やってました。マジ自分でこうなって、みんな自分で腕こうなってやるんですよ、こうやって。あ、この手のひらとか、うん、ここやるよね、わかるわ。あ、だからマッサージも顔とかもこんなってめっちゃ押すんですけど、うん、あ、気持ちいいって言いながら、その気持ちよさがあまりわからないのかな。ほらみんな朝からやめてってよ。いやいや、何をですか。何を何をわからないみーの。うちの嫁マッサージ嫌いだからね。何ですか、痛がるんですか。うん、もうなんか嫌。へえ。俺をやるのもされるのも少ない。なんで嫌がるの。くすぐったいんですかね。くすぐったいかも。へえ、子供みたい。子供の時は全然気持ちいいとか思わなかったのに、ね、肩とかされても。本当ね、お父さんとかお母さんに肩もんでって言ったら、なんで気持ちいいの本当にとか思いながら、ブツブツ思いながらやってたの。今となっては、エコザイさんもうラジオ聞いてたんだったら俺の失敗がわかるね。ごめんね。今日はね、最初のジングル2回とも、ひどかった。
時刻は8時10分を回っています。 79.7 メガヘルツ FM 宜野湾よりお天気そして道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気からです。6月14日、本島地方は梅雨前線や湿った空気の影響で曇っており、ところどころで雨が降っています。降水確率朝から夕方までが 60%、 夕方以降は 30% です。日中の最高気温29度まで今日は上がります。西の風はじめやや強く雨、夜は曇り、ところにより昼過ぎ雷を伴い激しく降る。波の高さは 2.5 メートル後2メートルです。本島中南部、本島北部では14日夕方まで土砂災害、そして本島地方、沖縄本島地方では夕方落雷や突風、急な強い雨に注意してください。沖縄本島地方の沿岸の海域では14日昼前まで高波に注意してくださいとのことです。宜野湾、番組が始まった時はすごく大雨だったんですけれども、現在は雨は上がっていますね。でも遠くの方というんですか、北谷町の方、海の方ではなんだかまだちょっと降ってるような雲ですよ。どんよりとして路面も濡れていますからね、気をつけてください。お天気をお伝えしました。続いて道路交通情報です。現在も沖縄自動車道事故などの情報は入っていません。現在沖縄自動車道事故や渋滞の情報は入っていませんが、巨大インターチェンジ付近下り工事中のため規制がかかっております。注意して走行してくださいね。続いて一般道路です。どうでしょうか、この時間渋滞がさっきよりもひどくなっているのかどうか見てみましょう。ですね、今大蛇名からアハチャまで58号線アハチャまで渋滞が続いております。私の時間にアハチャまで渋滞が続いているの初めてかも。私の担当の日にやっぱりさっきよりかもひどくなっていますね。58号線は下り大蛇名からアハチャまで渋滞がずっと続いています。アハチャ、すいません、アハチャのせいか。大蛇名からアジャまで渋滞発生しています。そして上りはグスクマで一部ですね、本当に一部渋滞が発生しておりますよ。その他にもですね、酒田からアハチャこちらがアハチャですね、すいません、酒田からアハチャ、ね、こっちが渋滞していますね。そしてライカムの付近ですか、戸口の方でも渋滞が発生しておりますが、やっぱり出勤している人たちが多いのかな。58号線がこんなに混んでるということは気をつけてくださいね。実は330の方でも、南行き古島の方ですね、渋滞していますので、そんなに急がないでね、路面濡れてるし、もしかしたら雨が降っているところがあるかもしれない。あんまりスピード出しすぎないようにしてください。以上、道路交通情報をお伝えしました。ララいいね、最後の雨、私最後の雨好き。時刻は8時14分を回っております。 79.7 メガヘルツ FM 銀の湾、モーニングエイトお送りしております。ここでメッセージ紹介しましょうね。おはよう、みーのネームギマですよ。はい、おはようおはようみーのって呼んでいます。ネームギマですよ。みーの、1週間早いね、待ちかんていしていたよ。今日のテーマ、自分の原点。自分の原点は何かな。ミーノの原点は何ね。超聞きたいな。多分ミーノは素晴らしいね、可愛いから。それでは可愛いミーノ、またねーってこれ上げて上げてる感じ、何私の原点、さっきもちょこっと言ったけど、小学生の時に始めたハンドボールがきっかけで、部活のね、部活動がきっかけで、なんだろうな、
継続、継続、そうそうそう、継続する力といいますか、継続は力、そうそうそう、継続力なり、本当にその言葉通り、あと思ってることを伝える、うん、これがあるから今の私がこの仕事できてるんだなと思いますね、うんうん、思ってること伝えるのってなかなか難しいんですよね。自分に素直にならないといけないし、今の自分が置かれている状況も理解しておかないと、思っていることを伝えても伝わらない時があるし、うん、いや部活動での経験は大きいですね、うん、叱ってくれる人がいるっていうのもあの時は良かったです。うん、感謝、あの時の仲間に。今いいこと言ってるな、本当に朝からミーノはいいこと言うな。今山内さんがさ、私の顔見ながらさ、ほっぺ片っぽだけピクって上に動かしちゃった。一瞬だけこう歯が見えるぐらいチッみたいな感じ。死に怖い怖い朝こんなことってありえるの？こんなにいいこと言ってるそのさ、本当にびっくりですよ。びっくりだよ。はい。じゃあこのリクエスト採用しましょう。ありがとうございます。エコザイルさんからのリクエストです。中西やすし、最後の雨。しんみりや。いいね。最後の雨。キャプテンの後でかけます。さようなら。女の子は来たぞ。これは何のアイドルだ？私こんなって写真に写ることないからな。今度やってみようか。何がやったって。私がやったら違和感満載だからいいです。大丈夫それがおかしいんだよ。はぁ、痛いのって。はぁが痛いのって。どうしたのって言われた。はぁ痛いの。瞳閉じた。本気で忘れるくらいなら。ごめんなさい、皆さん。ちょっと近づけようね。愛したりしない。可愛い顔してるからね、みんな。強く抱いて君を壊したい。どうだ、次は今日は何の日ですな。そうですな。そうだっけ、そうだよね。はい、みんなの誕生日何の日か見てみよう。あ、今日は何の日なくなると思う、うん、あ、だから違うと原稿を立ち起こすのが、え今違う感じは、うん、そのまま買ったんだ、キャプテン。すげえな。なんか縁だね、そういうの。1年ほど売れなくて、地元で CD をスナックなどで手売り。へえ。そんなの縁だよね、なんかね。うん。その後大ヒットしてんだよ。そうですよね。うん。大ヒットだわ。正直私、この人の歌これしかわかんない。あれも。でもこの一曲で食っていけてるもんな。そう。だからみんなも一曲当てようぜ。しょうがない、やるか。うん。もうずっとこれは食うかって言えばいい。飽きるかもね、私の場合。あ、自分で。名曲じゃないと無理だわ。すごい、こんな歌なんで作ったんだろう。
この人が作詞作曲なのかな。だとしたら印税大変ですね。印税大変だよ。カラオケとかも作曲。すごい。こういう雨とかワードが入ってる歌は絶対ラジオでかかりますからね、うん、春とか夏とか。なるほど、うん、ミーノどうするか。あーミーノにするか。もうかからないのがすぐ分かる。美しいにしたらかかるんじゃない。なんでですか。何ですか。怖いな。曲終わる。エッジ怖いんだけど、うん、曲を終わるまで教えてもらっていいですか。怖いな。未来の未でもかかると思いますよ。そう、うん、さよなら熱唱中でござる。面白い。いいですね。あ、分かるね。アイグザイルのアツシもこの歌好きですよね。へえ、うん。あ、一服堂さんおはようございます。朝ごはん食べながら聴いてますか。そうですか。なんだろうこれ。ごめん、何の日行こうか。時刻は8時22分を回っております。今日は何の日のコーナーですが、沖縄手帳を開いてみますと、今日は6月14日旧暦の5月10日です。ふむふむ。満潮時刻午後3時10分、そして干潮が午前9時9分と夜の8時55分となっておりますよ。沖縄手帳は何があったのかなと見てみると、具志堅用高国際ボクシング殿堂入り、沖縄があったから自分があるし、沖縄のために勝ち続けてきた過去2015年。いいこと言いますね。すごいですね。すごい。沖縄があったから自分があるしって、そう、沖縄のために何々をしたって言えるのってかっこいいなと思うし、羨ましいなと思います。私は、うん、いいですね沖縄手帳。さっきカンニングって言うんですか、うん、フライングゲットっていうのかな。10月10日の私の誕生日パッて開いてみて、何があったのかなとかこう見てたんですけど、あーそっかそっか、沖縄手帳にはこういうことが書かれてるんだなと思いながら。ミーの誕生日って書いてあった。私の誕生日書いてるか書いとこう。本当ですよ。今書いといていいですか。書いといて。その時の人が何曜日なの。金曜日です。金曜日。じゃあアーズが山かせや。イエーイ、ミノーバルデイ。オッケー、書きました。絶対この時におめでとうって言ってくれますからね。そうだね。よっしゃ、今日は何の日をお伝えしました。メール行こうかな。はい、メール行きましょうね。はい、メール紹介しましょう。さっき違うテーマで送ってきた銀のトロンボンさんからまた来てますよ。おはようございます、又吉美乃さん&山内さん。今日のテーマ原点。そうですよ、今日のテーマ原点ですよ。何をもって何を表すのか、何が始まりなのかがわからないのが原点。人間の原点は猿、人の原点はオタマジャクシ、原点はやっぱり DNA、 やっぱりわからん、難しいって。すごい遡ってますけど、そこまで深くならなくてもいいですよ。あの銀のトロンボーンさん、今の自分が5つこう形成されたというか、何がきっかけでこう変わったとか、そういう話が聞けたらなと思います。私こういう、なんだろうな、人が体験した話を聞くのが私好きなんですよ、うん、昔から。たまにほら小学校とかで講師の先生とか来る時があるじゃないですか。
この職業についてる人がちょっと説明しに来ましたみたい、うんうん、もうね体育座りしてピシーンと背筋張って汗タラタラタラしながら聞いてましたね毎回。なんかそういう時のね人の話ってすごい面白いなと思いますね。私はためになるし勉強、うん、すごいいい子だね私って。いい子、いい子だね本当に。ミーノっていい人だわ。はい、すいません。こちら紹介しましょう。ミーノおはやう、ヤマチンおはやう、おえエコザイルだはずエコザイル出すよって。いいと思う。いいと思う。自分の原点、小さい頃からバイクや車好きだったけど、小学5、6年の頃に連載始まったバリバリ伝説ってバイクレースの漫画見てハマったのが原点かな。今はないけどコミックが全38巻くらい全部集めたし、ますますメカに興味持って自動車整備士の国家資格取って簡単な修理や設備は自分でやるし、名古屋にいた頃は走り屋やってたな。今はだいぶ走りはおとなしくなったけどね。で自分の今のバイクの写真送るさ、バイクだけは寂しいからギャルキャンギャル付きのやつ送るよって。すごい、このバイクに乗ってるんですか。そうそうそう。あらあらあら、これかっこいいですね、うん、青色のなんだろうこれ、なんていう、何の種類だろう、わかんないけど、とりあえず後ろの方にミュージックシャワーっていうステッカーが貼られてる。まあね、大きいラジオ局ですから、わかりますよ、その春気持ち。で、麦のワンも作ろうよ。作るよ。ステッカー作ってくださいね。あ、ほんとだ、まやちゃんもこのバイクまたがってますけど、実は私の彼氏もかっこいいバイク乗ってるんですよ。マジ、うん、青色、はい、似てる。え、これさえいけるんじゃない。いけるんじゃない。私の彼はバリオスだったと思う。何歳まで大丈夫？みんな。何歳まで？バイクですか？違う、年。年？お付き合いする方ってことですか？え、親よりも若い。若い。親ぐらいまで大丈夫？親ぐらい、親、じゃあエコザイルいけるかも。エコザイル、相手おるし。そうだな。あんまり離れすぎててもな、共通な会話がないから。うん、まあ FM 議論の皆さんとはね仲良くやってますから。私はじゃあ一旦 CM。 あーもうもっとゆっくり下げようと思ったのに。今日はもうボロボロですね。そしたらダメだ。じゃあ次は、ね、電話。違います。え、電話です。電話でしょ。電話だった。びっくりした。俺この前さ、はい、リリーちゃんのコーナー飛ばしたわけよ、忘れて。何のコーナーですか。リリーティーのコーナー。あー、本の、うん、あらららら、そうだったんですね。焦ってませんでした。俺出すないですよねって。お、ステッカー作ります。皆さんにプレゼントします。今日も LINE からかけますが、はいはい、 LINE 音質いいみたいな、良くなってるんですかね。よし、準備は OK だぜ。9.7 Yeah, this is
This is 7 Lab Part 7! いいのでジングル撮ろうぜ。今日行ってなんか撮るとき。何言おうかな。FM ギノワン。アナブラン。アナブラン。ホーネット。アナブナ。アナブナ。ということで、このコーナーは FM ギノワンのスタジオからパーソナリティがあなたに直接電話をかけ、今日の朝ごはんを教えてもらうというちょっと迷惑な企画ですよ。よいしょ。さて今日は、よいしょ。今日は私の友達ですよ、またまた。多いでしょ最近、私の同級生とか。女子ですよ、今日も同級生。そうです、この音は LINE です。 LINE って便利ですよね。すごい無料ですよ。メールも電話もテレビ電話もできるの。マジ画面海外だと大活躍ですよ。撮らない撮らない。もう今ギノワン中に私の声がこだましてる気がした、今。いいよ、いいか、面白い。もうしょうがない、切ろうね。もう一回挑戦しますか、うん、他の友達はかけれる人ね。他の友達一応言ってるんでしょ。他の友達かけるって。あ、いいよいいよさ。他の友達ですか。一応ね、あの仕事してる人とかもいるんですよね。そうだよな。そうだから、これなかなかこの人にかけようとかってできないね。そう、できないんですよね。残念だな。いいよ、じゃあこの友達はまた来週お私挑戦するから。うん、この友達はハワイに留学してて、うん、最近帰ってきたんですよ、沖縄に。そう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 、だから先週ぐらいに、もうめっちゃ久しぶりに会って、相変わらず可愛くて面白いです。可愛いです、とっても。性格がとっても可愛らしいんですよ。まあ私の、うん、私と近いぐらい可愛いんですけど、すいません、私もどういうことかと思う、自分で思ってしまった。ああまたギノワン降ってきましたね。あ、そうだ。じゃあしょうがない、また次回この友達かけますので、リベンジよろしくお願いします。キャプテンさんからのリクエスト。キャプテンのリクエスト。キャプテンのリクエスト。キャプテンにしてはなんかしっとり系ですね。キャプテンからのリクエスト、森高千里、雨。山内さんの雨って字が面白いですね。雨でしょ、間違ったんだよ。なんか暗号みたいになってる。間違ったっけ。雨という字を間違うってなかなかないなと思いながらも違う。なかなかなんかこう飛び出てますけど上にね。銀のトロンボーンさんさ、またあれ来てもらってるんだけど、リクエストないわけ。またないんだ。もう石川さゆりさんの別の曲かけようかな。邦楽はあんまなくて、洋楽は結構ありますね。そう、邦楽がね、ちょっと弱いんだよね。なんでだろう。ウイスキーがお好きでしょうか。飲んでいたいの想いはもう涙も剥がすから。この歌、ええわ。レゲンダンサーズさん、楽しかったですね。あの、リューティーのあれ言ったわ。あ、ライブですか。うん、楽しかった。すごい、ライブ行ってきたんだ。子供と一緒に行って
子供と一緒に行ったんでさ、6時開演なのに、俺6時半、6時開スタート、開演か、はい、6時半と思ってた。あ、それからさらに15分遅れて、雨だと仕込んでたから、はい、45分見れない。もう最悪ですね。最悪だね。いや、子供がもう終わりなのっていう。でもデジ楽しくて子供も楽しんでて、はい、本当にもっと見たかったなって。へえ、何かあの飛行機の設定でしたよね。楽しかった。エンターテイナーって感じだね、本当に。すごい、やばい、めっちゃ雨降ってきてるのに作業してる人が濡れてる。ねえ、かわいそうに。こんだけ濡れたらもういいって諦めてるはずな、こんなに降ってる時は。こういう外での仕事してる人たちは、うん、仕事できないじゃないですか、うんうん、休みってなるんですかね。なるはずよ、あの工事現場とか。そしたらその分の給料はないよ。ない、うん、やっぱり辛い、大変だ。仕事したくてもできないじゃないですか。じゃあそう、大変。ミーノ、じゃあさ、次ミーノのコーナー行こうか。はい、いいよ、トロンボーンさん、あれかけよ、石川さゆりの君好きは、かけよ。冷たいけど、濡れていたいの、甘いのもないだも、甘いすから。ちゃうわ。時刻は8時38分を回っていますよ。ここでミノリズムをお送りしたいと思います。よろしくお願いします。もうね、毎回毎回何話そうかなと思うけど、うん、今日は先週ね、香港から帰ってきたから、うん、何か話すことなかったかなと思って考えて、先週香港の話したけど、うん、今回は足の疲れについて、うん、旅行ってものすごく歩きますよね、うん、うん、すごい疲れますよね。特に沖縄の人って普段歩かない人の人が多いから、うん、余計ね疲れを感じると思うんだけど、うん、ね、香港行った時も歩きました。やっぱり電車とかバスとかも使ったけれども、やっぱり歩く。で、履きやすい靴を私は今回選んで行ってきました。本当はスポーツシューズといいますか、そういうのを履いていった方が良かったかなと思ったけれども、履き慣れてるし、普段自分はこの靴は足が痛くならないものだと思って持っていったのがあったんですね。で、結果オーライでした。思っていた以上に足は疲れませんでしたが、旅先で好まれるシューズっていうのは新しい靴、シューズね、うん、あのスポーツ用の靴よりかもやっぱり履き慣れている、普段履き慣れているものの方がいいと言われていますし、扁平足の人っていうのはすごく足の疲れ感じやすいらしいですよ、うん、うん。そして女の人ってどうしてもちょっと厚み、高さのあるものを履きたくなる人多いと思います。例えば私みたいにちょっと身長をもうちょっと高くしたいなと思う方いると思いますが、そういう人は旅行ではピンヒールはやめようね。それ一足だけを持っていくのはやめましょう、うん、いました今回も、うん、日本他の都道府県から来た
日本人の方だったんですけど、もうね見てるこっちが痛々しいぐらい痛いって言ってた、痛そうだった、うんうん、ピンヒールでしたよ、うん、痛そうだった本当に。あれは絆創膏買って渡そうかと思ったぐらいだもん、うん、旅行でのヒール持っていくのであれば予備でまた別の持っていきましょう。でホテルに帰って足が疲れてるなと思ったら温めたり、そして足首回すのもいいですし、なんていうのかな、足のすね骨のこの横の方の筋肉、ここ押して疲れてるとか分かるらしいです。ここ押してあ気持ちいいなとか痛いなって思う人はやっぱり疲れが溜まっているそうですよ。旅行をして足が疲れてるなと思ったらこのすねの横、すねの骨の横押してほぐしてください。翌日も、楽しく旅行ができるように私は毎日押してました。旅行してる時はどんだけ歩いたねんっていうね。でも大切だからこういうのは、コンディションを整えて翌日のためにね、コンディションを整えること大切ですよ。皆さんもぜひぜひ試してみてください。以上ミノリズムをお伝えしました。正面ですかね。正面リクエスト、リクエスト、え、シャウやったよ、シャウ、シャウンメンデス、はい、スティッチス、後に書けよ、後に言うよ、この曲好き、かっこいいね、アミニオウヤガナクイルバイジーニマルガナダラダラピデラルラ、吐きないと運動靴履いて吐きないとセモザムとします。これ正解ですよね。あら、かっこいいね。アイディアマスオさん、素晴らしい。履き慣れた運動靴と島ぞうり。大切。ねえ。旅行にヒールで来るのが私考えられなくて、そうなんだね。ヒール履いたことなんかわからないんだよな。いやもう本当に見てるこっちが痛々しい。顔見せるよ、疲れる。疲れますね。おさらは我慢。おさらは我慢だし、本当それだよ。いやなんか旅行ってどういうところ歩くかわからないじゃないですか。うん、そうだね、うん。だからヒールはもうチャレンジャーなんですよ、すごく。そっか。だからほら履いたらもうやばいっていうさ、なんていうの、バランスも難しいでしょ。うん、はい。やっぱり強制つま先立ちって。もうそんな感じですね。もうなんか。それで歩いたらダメだよな。きついです、本当に。つま先も痛いし、締め付け、体重がそこにかかってくるんで、うん、痛いし、旅行がつまんなくなっちゃう。歩くのを意識して旅行までしたくないです、うん、私は。足痛いのを我慢してまで。正論ですな。ヨーロッパとか行ったら石なんで、下が、あ、痛い、ガツボツゴツゴツしてるんですよ、うん、チャレンジャーだなと思いますね。なるほど。ヒールなぁ、ちょっと入ってみようかな。沖縄の世界遺産ピンヒールで回らない、ほんとセーファブタキとか行けないですもんね。さっさいける、海とか行けないですよね。埋もるもんね。次じゃあメールを、はい、ゆきとこで曲いきましょうね、うん、ボブボブさん、かけてるか、ボブボブさん曲リクエストありがとうございました。シャンメイです、ショーンメンです、スティッチス、
正面です。時刻8時45分回っていますよ。メッセージ紹介したいと思います。自分の原点は野球ですね。礼儀やチームワーク、負けず嫌いが今の自分の原点です。仕事などでも生かされています。諦めない性格はまさに野球から学んだことで、野球の試合は人生そのものなんです。1回から9回まで、時には延長戦もあるので、いつも野球には感謝しています。お名前、朝からヘッドスライディングさん、ありがとうございます。朝からヘッドスライディングすごいですね見てみたい清々しいな、朝からヘッドスライディングって。やっぱり部活、野球、スポーツっていいですね。うん、スポーツって本当にいろいろ学べますよね。うん、今週2でフットサルやってる。週2でフットサル、あ、そうなんですか。すごい、じゃあ筋肉痛知らずですね。知らない。すごい、走れるんですね。走れない。走れない。フットサルじゃないのかーい。どっちなんだーい。朝からヘッドスライディングさん、メッセージありがとうございました。こちらも紹介しましょう。ラジオネーム、ビンゴ。皆さんおはようございます。初メールです。今日のテーマですが、ラジオ聴取者としての実質的な原点ともいえる番組はサンドリかな。この番組がなかったら多分あまりラジオを聞いていなかったかも。さて質問です。本当はガネコの曲が開局してから聴こうと思っていたんですが、 FM ギノアの原点って何ですか。ところで皆さん、実は4年ほど前にギノワンコーマリーナ内にコミュニティ FM を開設する計画があったことはご存知ですか。一体どうなったんでしょうね。詳しすぎザ詳しすぎ詳しすぎそうね、ビンゴさん、そうだ、あなた詳しすぎ何なんだ。あ、でもラジオを聞くきっかけになった番組ってやっぱあるのかな、みんな。うん、あるよ。ありますか。私は、89.1、 何、英語ばっかりのラジオ、外人の。うーん、音楽聞いてたんですよ。でも夜はな、違うか。私あの昔部屋でアナログラジオっていうんですか、うん、手でこう周波数をくる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 つまんで、うんうん、チャンネル合わせるラジオを持ってて、うんうん、でそれで一つ一つこう聞いてたんです、うん、たまにこのアジア諸国の声が入ってきますよね。そう、すごい電波なわけすごいですね、海外のが入ってくるんですよね。すごい強力なの飛ばして何語だこれと思いながら、くる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 回して、テレビを見た後に自分の部屋に入ってラジオをつけるので、FM 沖縄で流れてたスクールオブロック、今でもやってましたね、 あれが流れてたんですよ、うん、でそれ聞きながら宿題して、寝る時には 89.1 に合わせて音楽聞いて、朝起きた時に大体いつもアビリル・ラビーンの曲が流れてるんですよ、そのラジオ でその朝起きてこのアビリル・ラビーンの曲を聞きながら、こうまだこう夢の中なのか現実なのかっていうさまよってる時が一番好きでした。それがきっかけですかね。かけようか、アブリルラビン。あ、いいですね、朝に。よろしくお願いします。ということで、ビンゴさんメッセージありがとうございます。あと一個紹介しましょうね、紹介しましょうね、と沖縄の人だね、本当に。私は石垣島に行った時、なぜか分かりませんが私のふるさとのように感じました。ほう、こうして沖縄のラジオを聞いているのもそれだけ私が沖縄が好きなのでしょう。いずれ住みたいと思っていますよ。ところでこちら本土では梅雨冷え、梅雨寒という言葉があるのですが、沖縄にはそんな梅雨の寒い日があるのでしょうか。みのちゃん教えてください。奈良の国枝さん、ありがとうございます。そんなにないっすね冷えるって日は常にジメジメしてますよ。もうね、沖縄に来たら内地から来た人みんな言う言葉が、髪の毛がゴワゴワするって言います。私の女友達、女の人ってやっぱりこうね、髪の毛セットする人多いですよね、うん、くるくる巻いたりとか、うん、せっかくストレート当ててきたりとか、
どんなに言っときますか、どんなにトリートメントとかやってても沖縄のこの梅雨にはかないません。もうジメジメですよ、ゴワゴワの。ということで、梅雨日へ梅雨寒はありません。いつでも沖縄来た時には半袖、夏には半袖着てください。上着は必要ないですよ。うん、奈良のクイニエさんメッセージありがとうございました。渋いですね今日。朝から銀のトロンボンさんのリクエスト、石川さゆり、ウイスキーはお好きでしょ。渋い、朝からいいね。やっぱこんな雨の日はこれぐらいまったりしましょう。もう夜みたいな感じで、ね、そうですね、いつでも夜みたいな。運転してる時も確かに思いました、うん、暗い。高梨茂さんのラジオ番組ってこれあれじゃない、サブロの心さん、あのなんだっけ、シャープとともにじゃない、俺もそれ原点だよ。ラジオシャープとともに聞いたことある、あの ROK でやってたわけ、夜しげるくんとひるみさんのシャープとともにっていう。あ、めっちゃ聞いたことある。それずっと小学校の時聞いてて、うわ、大人っていいなーって。聞いたことある、とっても面白かったな。みーのはかつてウェーブ89派だったのか。そうね、一応今でも 89.1 聞くのよね。かずきち久しぶりだな。気まぐれワイドです。違うんかい。知った顔しよった。面白いな。めっちゃちょっとなんか、あ、あれでしょ、そうそう、めっちゃテンション上がったの。みんな分からんだろうみたいな雰囲気を醸し出してたのに、テンション上がったの。あれでしょ、シャープとともにでしょ。でも聞いたことあるでしょ。はい、シャープとともに聞いたことあります。それの後スクールオブロックだったの。11時からスクールオブロック。スクールオブロック一応 FM 沖縄ですよ。うん。RBC じゃないですよ。ROK。ROK じゃないです。ROK のその後はね、なんか不良っぽいのやつだ。こんなの。多分ないっちの。ROK は。聞かない。あんまり、オールナイトニッポンですかじゃあ。うん、オールナイトニッポン持った後さ。本当にすぐぐらいに。へえ、何だろう。何かな、ラジオ好きな人は分かんないですかね。エコザルさんとか分かりそうだけど。じゃあ最後命令いきましょうね。はい。ではでは、時間までメッセージ読んでいきましょう。よい子のみんな、こんにちは。サウロの兄さんだよ。雨よ、今ね、口開けて雨の水飲んでるけどね。ちょっぴんしか飲めないのね。顎が外れそう。そんなことは別にいいんだけどね。渋滞、うん、で、今日のテーマなんだっけ、おしまいって。そっか、まあ誰でも一度はやりますよ。雨が降ってる時に口を開けるというね。これサウロの心さんじゃなくてカエルさんからのメッセージかも。ああ、ケロ、うん、そうそうそう、雨の水飲んでるケロねって。一回はやるよね。私も小学生の頃、雨降ってる時上向いて口開けながら歩いて帰ってた、学校帰り。メッセージありがとうございました。こちらも紹介しましょう。アイデアマスオです。おはーよみーの山内さん、マスオだよ。今日のテーマは原点ね。やっぱ子供時代かな。現在6歳の娘と3歳の双子たちの父やってますが、次男坊がさ、サボるわけ。大好きな担任の先生がいないと、いたらさ、速攻で朝のお仕事するわけ。この子は一生こんな感じかなと思うよね。自分の原点は超怖い小学校5、6年の先生の担任と、超超怖い中学校も部活の先生だったな。でも現在その原点ちょっと崩壊させ気味つつ、自分の3歳頃の原点に戻ろうとしているのはずよって。どれぐらい前なんだい。
やっぱ怖い先生がいるとね、ありがたさ後から出ますよね。ですよね。でその他にもね、ギのトロンボンさんもメッセージ来てたんですが、あー間に合わない、また来週あれ今日余裕持ったつもりだったけど、追っかけすぎたかな。ごめんなさい、ギのトロンボンさん。ギのトロンボンさんはリクエストも採用できたからね、うん、よかった。すいません、でも曲違いだけどウイスキーがお好きでしょ。ヘイ、そうそうそう、私の彼氏からね、メールが入ってて、うん、よいしょ、なんだ、ツイキャスで紹介しよっか、ラジオ本番で紹介できなかったから。俺の話するなって。うん、マッサージ気持ちいいと思わないんじゃなくて、とにかく肩をずっとやってほしいんだよってツイキャス聞いてんだ。そう、私の彼はね、優しいことに、うん、毎週聞いて